三原市民球場は、広島県三原市の三原運動公園内にある野球場である、1992年会場。広島県東部を代表する野球場の一つで、プロ野球、広島東洋カープのウエスタンリーグ公式戦や、高校野球の広島県予選、ソフトボールの試合が行われている。2014年3月に施設改修工事が完了し、 ラバーフェンスが21年ぶりに取り替えられ、スコアボードは次期反転式から LED 式電光掲示板にリニューアルされた。それを記念して2014年5月18日、三原市では初のプロ野球開催となるウエスタンリーグ公式戦、広島東洋カープ対中日ドラゴンズが行われた。2015年以降も毎年5月もしくは6月に、 広島主催試合が組まれているが、三原での年1回のプロ野球開催ということもあって、チケットは争奪戦となり、初開催の2014年から4年連続で、完売している。2015年4月1日より5年間の予定で、命名権を食品メーカー、山見が取得し、山見三原市民球場と呼称される。左側が、主催球団。 三原市民球場のスコアボード及びラバーフェンスのリニューアルについて、三原市ホームページ、2014年5月27日閲覧、三原運動公園のネーミングライズ、食品メーカー、山見に決定、産経ニュース、2015年1月28日、ありがとうございます。